魔人ブーだ。ブーだな。一体何を企んでるんだ。おいチビたち、俺はお前たちと戦いたい。え、なんだと。勘違いするな。貴様の相手はこの俺だ。まずチビたちと決着をつけるんだ。その後お前と戦ってやる。なんでだ。なんでそんな回りくどいことをするんだ。貴様はこの俺を倒したいんじゃなかったのか。どうしたチビたち、俺とやるのが怖いのか。なんだと。僕たちが怖がってる。今度こそやってやろうぜトランクス君。当たり前だぜ。待て、何か変だぞ。おかしいとは思わんか。なんで。フューージャン。はあ、じゃじゃーん。またまたやってきたぜ、正義の死神スーパーゴテンツだ。あのチビのパワーとゴロというやつの頭さえ足せば。なんだ。ちくしょう。どうかな、ごはんくん。無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞてめえ、二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。遥か遠くにお前の存在を感じた時からこの作戦は始まっていた。そこで考えたんだ。その時戦っていたスーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。だがそのチビのパワーには時間が限られているらしかった。そう話していたんだ。もし吸収する瞬間に元に戻られては困るからね。次の機会を待ったんだ。再びスーパーゴテンクスとやらになるには1時間あればいいらしい。だからそれまで消えていたんだよ。くっ、そういうことだったのか。どうせ吸収して一等賞になりたかったらこの俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。何も分かってないようだな。敵もいないのに最強になってどうするんだ。前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。勝負を急がせてもらうぞ。吸収したスーパーゴテンクスとやらは変身時間がかなり限られているようなんだね。貴様にしては冷静な判断だ。ピッコロさんも吸収したのは正解だったようだな。やっしゃ、
ビを吸収した強さ、想像以上だ。しぶといやつだ。戦っても無理だと悟ったか。このままじゃとてもかなわないと。止まれ。ボロボロだな。もう飽きてきた。そろそろフィニッシュを決めるか。